今回のテーマは知らない方が普通です。髪質改善3列トリートメント初めてのお客様向けに解説としてお伝えしていきます。3列トリートメントとは2018年に生まれた新しい技術メニューで、髪質改善トリートメントとも呼ばれています。新しすぎて知らない方がまだまだ多いので、今回はアズーロプライベートサロンでも2022年1月からリリースした3列トリートメントについてお伝えしていきます。基本的にアズーロプライベートサロンのお客様向けに分かりやすく解説していくので、アズーロプライベートサロンのお客様でなくともご参考になる情報もあると思います。ぜひ最後までご覧ください。結論からお伝えしていきます。1、薬剤かす熱の力によって毛髪の最深部から強化が可能。2、効果が最深部まで到達するため、既存のトリートメントでは約 1,2 週間だった持続期間が約 1,2 ヶ月の持続期間。3、エイジング毛またダメージ毛またはナチュラルストレートヘアスタイルには最適解の一つとなりうる。4、宿毛矯正目的には不向き。5、同日施術が可能なメニューと不可能メニューがある。6、所要時間は90分前後。7、基本料金は税抜き1万6000円から1万7000円。全国平均料金は税抜き1万円から3万円。8、炭酸泉と紅外障。以上ね、しっかり解説していくんですが、解説がまあ長いんですよ。でね、この新しい技術メニューなので、どんな媒体で調べてもどうしてもちょっと説明が長くなっちゃったりとか、テキストもすごく多くなっちゃうので、まあ勉強としてしっかり聞いてもらえたらいいんですが、まあ興味ない方はまあ不運ぐらいでね、聞いてもらえたらいいなと思います。解説していきます。毛髪は3層構造となっております。キューティクル、コルテックス、メデュラ。日本語で言うと毛表皮、毛皮質、毛髄質で、のり巻きで例えるとのり巻きも同じような構造をしているのでね、こののり、米、具の3層構造、これをね、まあ、前提に進めていきます。1、薬剤足す熱の力によって毛髪の最深部から強化が可能になった。既存のトリートメントは薬剤の力のみで疑似的な修復やケアを行っていました。のり巻きでいうと、のりと米の領域に対してアプローチをしていました。疑似的なというのは、毛髪は死細胞といって死んでいる細胞なんですね。なので一度ダメージを受けると二度と再生はしないんですよ。トリートメントで指通りが良くなったり、ツルツルサラサラになったりするのは疑似的な修復を行っているっていうのが正しい表現であって、再生はできていないんですね。そして具の領域、中心部のね、ど真ん中に対しては技術的にではなく科学的にアプローチがなかなかできなかったんですね、過去のトリートメントではね。それが3列トリートメントでは、薬剤たす熱の力によって今までは科学的に到達や疑似修復が不可能だったところ、最深部の具の領域まで施術可能となりました。毛髪は主にタンパク質でできており、このタンパク質はさまざまな結合によって安定しているんですね。これを3列トリートメントでの新しい異民結合っていうね、新しい結合を180度以上の熱の力と合わせて結合することによって、のり、米、具の部分の損傷を補強し直す、強くしていくことができるっていうのが新しい効果になります。あくまでも補強し強くしていくことができるっていうことであって、3列トリートメントといえど毛髪が再生できるっていうわけじゃないんですね。それでも米や具の部分を強く補強していくことができるっていうのは、トリートメントの歴史においても本当に全く新しい質感であるってことはもう間違いないんですね。これによって髪質改善トリートメントとも呼ばれています。2、効果が最深部まで到達するため、
既存のトリートメントでは約 1,2 週間だった持続期間が約 1,2 ヶ月の持続期間となった。これはね、正確に言うとタンパク質の熱変性を委任結合で定着させることによって効果が最深部まで到達するため、既存のトリートメントでは約 1,2 週間だった持続期間が 1,2 ヶ月の持続期間となったんですよ。年代やヘアスタイルにもよるんですけども、女性のカットの平均周期はおおよそ 1.5 から2ヶ月ぐらいらしいんですね。厚生労働省の、ね、データでこうざっくり見るとね。でトリートメントも持続期間がほぼそれに相当するっていうことは、来店周期から見るととても有効な期間なんですよ。ちょうどねカット周期と3年トリートメント周期が重なるので、まあ、毎回やろうと思ったらできるっていうところではすごくトリートメントの期間が長いというところが有効だと思います。3. エイジング毛またはダメージ毛またはナチュラルストレートヘアスタイルには最適解の一つになる。既存のトリートメントとの上位交換ではないんですよ。毛髪や状態によっては合う合わないっていう方も必ずいらっしゃるんですね。特に相性が良いとされている毛髪っていうのはエイジング毛、細毛足すエイジング毛、宿毛足すエイジング毛、ハイダメージ毛、この4つなんですね。以上の毛髪や状態には絶大な効果を発揮する可能性が高いと概ね言えます。ただしそれ以外の方には既存のトリートメントを推奨するんですね。特に相性が良くないとされている毛髪は以下になります。ほとんどダメージのない健康毛、硬い髪の毛ね、毛毛、すごくこう強い剛毛、あとは強い宿毛、全体が2分の1以上のパーマネントウェーブを用いるヘアスタイル、以上になりますね。で、1でお伝えしたように毛髪を補強し強くする効果があります。言い換えれば張り腰が向上するんですね。ほとんどのダメージのない健康毛は損傷が非常に少ない分、トリートメントの浸透っていうのが実は極めて悪くって、サンネストリートメントもあまり効果が期待できないんですね。なのでよほどダメージが蓄積している場合であれば推奨できるんですけども、そうでない場合の健康毛、剛毛、剛毛に対しては張り腰が向上することによって、人によっては髪が硬くなって今までより扱いにくくなったっていう方も中にはいらっしゃるんですよ。なのでご希望がナチュラルヘアスタイルには推奨できるんですけども、全体の2分の1以上がパーマネントウェーブスタイルのヘアスタイルにはカールが緩くなる可能性もありますし、推奨ができません。しかしパーマネントウェーブがかかってないナチュラルストレート部に対してのみ3年トリートメントを行うことは推奨できます。これは髪質やヘアスタイルやお客様のご希望によってさまざまなケースがあるので一概には言えないんですが、大雑把に言うとくるくるパーマスタイルの方には3年トリートメントはあまり推奨できないということになります。要はね、基本的にストレートヘアスタイルに適用する可能性が非常に高いんだよってところですね。それに対しての最適解の一つが今回のサンネストリートメントとなると言えます。宿毛矯正目的には不向き。サンネストリートメントの新しい委任結合を180度以上の熱の力と合わせて結合することによって、のり、米、具の部分の損傷を補強し強くしていくことができます。で先ほどもねお伝えしましたけども、補強し強くしていくっていうのは、まあ、強化するっていうことであって、宿毛を矯正できるっていうのとは違うんですよ。状態を良くするっていうのと、このうねりをまっすぐにするっていうのは全く別なんですね。なので既存のサンネストリートメント経験者の方でサンネストリートメントをすれば宿毛矯正を行わなくても良いくらい癖が落ち着いた、気にならなくなったっていう感想の方もいらっしゃるんですが、それはその方の髪質とご希望と宿毛の強さ弱さがサンネストリートメントの補強し強くしていくことができるっていう効果と相性が良かったから、その方はそうなった、そう思ったっていう結論になります。
全ての方の宿毛矯正ができるってわけじゃないんですね。サンデストリートメントすれば宿毛矯正をこれからしなくてもいいっていうわけではないので、このね、宿毛矯正目的には不向きなんですよっていうところは誤解のないようにお願いします。ただね、先ほどもお伝えしたサンデストリートメントをしたら宿毛矯正を行わなくても良いくらい癖が落ち着いた、気にならなくなったっていう方も実際にいらっしゃるので、そういった相性もあるっていうこともぜひ覚えておいてもらいたいですね。あくまでも、まあ、髪質とご希望と宿毛の強弱、サンデストリートメントとの相性によるので、本格的な強い宿毛矯正目的には僕はまだ不向きだと思ってますね。しかしサンデストリートメント自体まだね、歴史も浅いというかね、2018年できたばっかなんでね、開発途中のね、あの技術メニューなので、まあ、これからまた変わってくるかもしれないですね。メーカーさんからそういったね、そういう矯正もできるサンデストリートメントでもできるかもしれないですからね、まあ、なので現時点ではまあそんな感じで、宿毛矯正、強い宿毛矯正には不向きなんだよってね、覚えておいてもらえたらいいなと思います。5、同日施術が可能メニューと不可能メニューがある。同日施術可能メニューはアズロプライベートサロンではカット、新生部2センチ未満のアルカリカラーリタッチ、もしくはヘナ、もしくはヘアマニキュア、シャンプー、ブロー、ヘッドスパ、このメニュー、6つのメニューには同日施術は可能としています。かつてはね、そのシャンプー、ブローの同日施術には何の問題もないんですけど、新生部2センチ未満のアルカリカラーのリタッチはもうちょっと特例ですね。本来サンデストリートメントを行うのであれば、新生部の頭皮に近い部分は、まあ、感覚を上げるんですけども、まあ、根元から毛先までしっかりこう全体的に行っていくんですね。なのでリタッチのね、新生部2センチといってもそこサンデストリートメントを行えないので、ケアとしては若干足りない部分が生じるなっていう方もいらっしゃいます。ただね、実生活においてサロンへの来店を1週間あげてまた再来店することが現実的に難しいんだよっていう方も多いので、アズロプライベートサロンでは新生部が2センチ未満のアルカリカラーリタッチとサンデストリートメントの複合は受けたまわっております。サンデストリートメントは強い酸性で、アルカリのカラー剤とかね、強いアルカリ性なので、同時にやっちゃうとどっちの効果も打ち消し合っちゃって、カラーもその染まりにくいよとか、退色早いよとか、サンデストリートメントも全然効かなかったよっていう、まあ、悪い効果ばっかりになっちゃうので、基本的には別日にしたいんですけども、2センチ未満のカラーリタッチであればサンデストリートメントの複合も当サロンではやってるよっていうね、ところですね。まあ、これはね、アズロプライベートサロンではやってるんですけども、サロンによってちょっと要確認というか違いがあるので、どこでもできるってわけではないですね。で、ヘナとかヘアマニキュアはもともと酸性のカラー剤のため、酸熱カラー剤と同日の施術は可能として受けたまわっております。同日施術不可能メニューは、新生部2センチ以上のアルカリカラー、全体の2分の1以上がパーマネントウェーブ、新生部2センチ以上の宿毛矯正、これはもう当サロンでもお断りをしております。サンデストリートメントはね、先ほどもお伝えしましたけども、ペーハーを強い酸性に傾ける必要があります。基本的にアルカリカラーやパーマ宿毛矯正というのは強いアルカリ性のために、同日施術を行ってしまうとペーハーは互いに打ち消し合ってしまって、サンデストリートメントの効果をほとんど得られなくなっちゃうし、カラーだとまあ退色しやすいよとかね、パーマや宿毛矯正だとかかりが悪くなっちゃうよってなっちゃうんですね。まあ、なので、同日施術は基本的にお断りをしております。でもしアルカリカラーや宿毛矯正にサンデストリートメントをご希望という方は、先にカラーや宿毛矯正を行って1週間ほど時間間隔を空けていただいて、後日サンデストリートメントを行うと一番仕上がりとしては綺麗になります。まあ、これがね、まあ、先ほどお伝えしたね、時間的にちょっと難しいよという方もいらっしゃるかもしれませんが、一応ね、正しい情報としてはこうなんだよっていうのを覚えておいてもらいたいなと思います。6、所要時間は90分前後。
アズーロプライベートサロンでは3年ストリートメントのみの所要時間は90分頂戴しているんですね。で全国平均では60分から120分の時間枠を頂戴しているというところでした。この90分にはシャンプーとブローの時間が含まれていないため、カットとの合わせてのお客様はカットプラス3年ストリートメントのご予約で受けたまわります。カットなしの3年ストリートメントのみのお客様の場合はシャンプーブロー足す3年ストリートメントのご予約で受けたまわっています。このような感じでね、サロンによって3年ストリートメントの予約の確保が様々なために、オンライン予約をする際によくわからなかったら事前にそのサロンに相談や確認を行う方が良いと思います。トリートメントっていうね名前だけど、その時間がねここだけでその60分から120分時間をね要するっていうのは工程数が多くて、それに伴って時間がかかるんですよ。大体工程としてはまあ以下になりますね。1、薬剤を塗布して、一定時間放置します。2、それをしっかりシャンプーブースで流して、もしくはシャンプーもしていきます。で3番で、お席に戻ってきてドライヤーでしっかり乾かします。4番で、180度以上のストレートアイロンでアイロンを通していきます。なので、宿毛矯正とほぼ同等の工程を7割ぐらいは行うので、宿毛矯正に近いぐらい時間がかかっちゃうんですね。なので、サロンによってどうしても時間がかかってしまうためプライスもかかっちゃうんだよってところですね。7、料金は税抜き1万6000円から1万7000円になります。サンネストリートメントの全国平均の料金は税抜きで1万円から3万円ほどだそうです。時間と技術を要するっていうことと、実は、ね、薬剤自体のコストが、ね、高いんですよ。仕入れ値が高いので原価がかかってるんですね。っていうところと、あとはそうですね、人がそこにずっと費やさなきゃいけないっていう人件費もかかるということで、どうしても低価格では難しいっていうのが現状なんですね。アズールプライベートサロンの3年ストリートメントは、同時にアルガオールトリートメント、ここでの、既存のトリートメントも一緒に行っていきます。なのでのりの部分もお米の部分も具の部分も全てしっかりトリートメントとして、強化補修していくっていうメニューになります。ここでやってるね、その3熱アルガンオイルトリートメントの料金は税抜きで成果が1万7000円、現金とか1万6000円。アルガンオイルトリートメントを外して3熱トリートメントだけがいいよっていう場合の料金は税抜きで成果が1万5000円、現金とかが1万4000円。ヘナまたはヘアマニキュアリタッチとかアルカリカラーでも2センチ未満のリタッチと3熱トリートメントを行う場合の3熱トリートメントの料金は税抜きで成果が9000円、現金とかで8000円になります。アルガオールトリートメントのみの通常料金は税抜きで成果5000円、現金とか4000円になっております。なのでね、ケアとしてもプラスとしてもしっかり行うメニューを選択していただく方がよりプラスになる可能性が非常に高いので、ぜひ我々美容師の全力をご堪能していただきたいと思っております。今ね、ご説明の中で成果とね、現金とかの違いっていうのをね、ちょっと料金が違うじゃんってね思った方もいらっしゃるかと思います。これについては次回以降の動画で詳しく解説していきます。全てを伝えます。個人店がキャッシュレス決済を導入しがたい劣悪な壁、こちらの動画をねぜひご覧ください。サンさんと怖いしょ。サンネストリートメントは特徴として特有の香りが毛髪に残る、特に1週間ほど特有の香りが残る場合があるっていうふうに言われております。なんですが、アズーロプライベートサロンが実装しているその宝ベルモント製炭酸泉トルケアによる高濃度炭酸泉でのお流しをしっかり行うと、サンネストリートメントの特有の香りはねほぼないんですよね、今のところね。炭酸泉でね、しっかり流していくとサンネストリートメント特有の香りはほぼなくなるっていうのはね、当サロンでのご案内としては非常に強みかなと思いますので、ぜひね、炭酸泉でプラスメニューで流せるよっていうサロンに通ってる方は、
無料か、まあ、有料かはサロンによっても違うんですけども、炭酸泉のお流しも加えると3年ストリートメントの仕上がりの効果もすごく向上しますよっていうのをね、覚えていてもらえたらいいなと思います。まとめいきます。知らない方が普通です。髪質改善3年ストリートメント初めてのお客様向けに解説についてお伝えしていきました。1、薬剤足す熱の力によって毛髪の最深部から強化が可能になった。2、効果が最深部まで到達するため既存のトリートメントで約 1,2 週間だった持続期間が約 1,2 ヶ月の持続期間となった。3、エイジング毛またはダメージ毛またはナチュラルストレートヘアスタイルには最適解の一つになる。4、縮毛矯正目的には不向き。5、同日施術が可能なメニューと不可能メニューがある。6、所要時間は90分前後。7、基本料金は税抜き1万6000円から1万7000円。全国平均の料金は税抜き1万円から3万円。8、炭酸泉と好相性でした。3年ストリートメントはね、本当に新しくて知らない方、やったことない方、まだまだ多いんですけどね。でもね、気になる方はぜひお気軽にご予約やご相談もお願いします。全力でご案内いたします。